が流れるか、目が開かない。曲を流すので、やっほーまさとありがとう。なげき、ライブ楽しかった。めっちゃ楽しかった、めっちゃ嬉しかった。この時間だしラジオでいいのにって。いやそうなんだけどさ、寝落ちしてさ、顔落としてなかったからもういいかなと思っていつもだったら、いつも寝る前にさこの時間だってやってんだけど、もう寝落ち しまくってお化粧落としてないまま寝落ちしてもだからもういいかなと思って、ボロボロだけど。テイトーちゃんお疲れ様。ケンタもありがとう。好きそう。これさあのさ、お姉ちゃんにさ、このこれジェラピケのパジャマなんだけどね、かわいいやん。これ着てたらさ、お姉ちゃんにさ、なんか JR のさ、あのスノボのスキーの宣伝みたいな言われてそれにしか見えなくなっちゃうっていう。違うねん、これジェラピケやねん。あ、ユーガありがとう、嬉しかった、ありがとう。15分教えてあげるか早めな、優しいやん、マサト、ありがとうね。そうだね、15分だった。そうだね、なんかね、すごいあのライブすごい楽しくて、でなんか多分それでこういつもとね、久々にやったからいつもと違う、なんか疲れでもう帰りの電車からもう寝てたし本当にやばい、すごいなんかいい疲れなんだけど、あ、これライブの疲れだって思う。なんか体がなんか疲れてて寝ちゃったの。キムちゃんありがとう、元気、お疲れ様、ありがとう。泣けて泣いた？泣いてないよ、泣きそうにはなったけど大丈夫だった。あのむしろ泣くよりね笑ってたかも、楽しくて。初見です。あ、松田新太こんばんは。好き好き、そう好き好き。 JR 俺は見てただけよって。いやーもう来てくれたの、ほんと嬉しかった、ありがとう。おいさまありがとう。ちょっとなんで曲流れないの、固まっちゃったよ、寒いからか。おいおいお前、寝たいなんかさ、あれ今日今週さ連休なんだよね、月曜日までさあれ祝日なんだよね。ハートハートありがとう。この時間に大丈夫かな、みんな。今年運いいのかもねって。運いい？タイミング？次は5人で。そうだねそうだね、今日はねジリちゃん出られなかったけどね、次はやっぱ5人でやりたいって思ったよ、ステージね。さらにさ10票に1枚グラビア差し上げるって言ったら今日開いた。何それ、10票入れたらってこと？マサトのグラビア写真見たい。急に行けるようなね、でもなんかそういうなんか縁だったのかなって思った。でもすごいよね、なんかね、いいのか悪いのか分かんないけどさ、でも喜んだよ。グルグルだ、心地いい疲れだった、ありがとう。そうなんだよ、なんかねすごいライブの疲れ、ライブ疲れ、なんか久しぶりな感じ。なんだろう、多分体力も結構やっぱ20分のライブで広いステージで体力も結構ね使ったんだけど、なんかいい意味のこうライブの気疲れというか、そうそうそう。今もちょっと目が開いてないんですけど、もらったの昨日だからって。えね、ほんとねすごいよね。でもなんかそういうね、ほんとに今80票だから、え、80票入れてんの？てかお姉ちゃんにさ協力してくれてんの、離れ目すごい。今日ひとみーとさライブさ行く時にさ、あのひとみーのママと私のママがお互い入れ合ってるって話で盛り上がってさ、私は
私のママはひーちゃんにも投票して、ひーちゃんのママも私に投票してくれてて、ちょっとさあ嬉しいよね。なんかあんなに早くバレる予定じゃなかった、本当ね、びっくりした、目立ちすぎだし15分投票休憩させてもらいます。え、すごい、本当に前ずっとやってるの。まさともなんか大丈夫、体調とか崩さないでね。え、好きって私、あ、私はお疲れ様、好き好き好き、あ、めっちゃ可愛かった、私はのちょっとめっちゃ可愛かった、また話すね。はやとハートありがとう、てっちゃんもありがとう、あとわーいわーい、俺のところで DM 入れて入れたよって、え、なになに、誰から、あいのすけこんばんは、こんばんは、俺が後ろ振り向かなかったら、いや、いやいやいや、あれはもうね、あれはもう横から見ても分かったな、いや、むしろ後ろから見ても分かった気がする。モンスターいる限り、いや、モンスター飲んでたらずっと体調崩すでしょうが、ダメよ。タウから、あ、タウから DM 来たの、ハムさん、シュキ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 ありがとう、でもさ、嬉しかったよ、ツイッター、あのツイートも嬉しかったよ、ありがとう。2年ぶりぐらいに見た気がするわ、告知してくれて、もう告知せんよ。え、これさ、さっきも言ったんだけどさ、この間お姉ちゃんにさ、これ着てたらさ、JR のさ、スノボのスキーの宣伝って言われたんだけど。ハート、ハート500、うん、ありがとう。ハート型にも、ケンタンが煽っている。煽っておる。今日は寝室からね、配信してるんですけど、で結構整ったの、ちょっと見せたいんだよね。寝室ね、結構ね、あのね、この色、あ、この、これソファーなんだけど、このモカブラウンとピンク、ピンクと白にしたから、なんかいい感じに寝室は女の子っぽくなった、なったんだよね。ベイマックスはママの前で着てったの初めてだ確かになんか噂では聞いてたよね、言ってたもんね、初初見でしたタウルにもお願いしてみたらって、いやだって言ってたけど、いつもイベ協力してくれた俺、あ、そうだったんだ、そっか、妹への愛じゃないのか、夢たうめって言いながらちょっとずつやってくれてね、そう、びっくりした、いいと思って、あ、吉野さんこんばんは、動いてるよ今日、ちょっともう動きが鈍いよ、もう眠気で、布団の中からこんばんは、あ、みーくんだ、おつみーくん、ありがとう。体がなんか動かん眠くてあ、そうか、買ったって話した、え、そうそう、言ってたじゃん、なんかベイマックスって言われたって、マジベイマックス、リップ編くれるかな、はい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 、拗ねたふりをしてみたり、かまってほしくて暴走、こんなはずじゃなかったの、助けて神様、焼却処分なんてせん、そんなタウは積んでる、あ、それはもう本当にそう思うでしょ、あのあとコートでフラドラ見るの暑かったっけ、え、ねえ、ライブね、確かになんかさ、電車とかも暑くない、なんかさ、マフラーとかさ、コートとかバッチリで行くとさ、電車の中はさ暑いしさ、なんか外は寒いしさ、うん、あ、離れ目がちるんかって、離れ目決勝は絶対行くとか、行かないとって思ってる、去年一昨年もあるからさ、眠れの世界に足を踏み入れた、あら、よし、起こしちゃったよね、ありがとう、ね、500入れたのありがとう、ありがとう、ポリンだ、こんばんは、トルポちゃん、リンリンみーくん寝てたって、え、本当に起きてくれたの、大丈夫大丈夫、ありがとう、
くと泣きそうになる俺って病んでるそれはもしかして病んでる。あ、まーくんだ、いらっしゃい。まーくん、妹ないはあるよーって。2表目はひーちゃんに入れてるのが俺だと思う。あ、そういうことか。そっかそっか。外にいるときは全然寒くなくて、え、絶対あれ風通さんでしょ。風通し、あと何日入れればいい。え、てーたむちゃん無理しないでね。ありがとう、ほんとほんとにほんとに。さあ、パーカーいい感じにダサいってこれジェラピケなんだけど可愛いやろ、可愛いやろ、好き好き。これワンピースになってんのめっちゃ可愛い。いや、だって最初にプレスタあ、そう、最初、え、そうだっけ、最初投票頑張って。あ、あー、キントありがとう。うん、ありがとうね。ハヤトハートでんこありがとう。落ちサビでじんわり流線が、え、やんでるのね。アイドールは、アイドールは感動したしてないんか。毎日って25、19分に始めて15分やれば継続。うん、大丈夫。毎日配信はね、59分に始められればそっから15分でも大丈夫。そうそうそう。ハヤト可愛い、ありがとう。レニーのライブお疲れさま。マークありがとう。また次ライブやるときは見てほしいな、マークにも。スクショしまくっといた？ほんと？顎かゆ。動いてるおもちゃ見たら目が隠れてた。何言ってんの、みーくん。ダメじゃんね。寝るのにね。ごめんね。これ、ニトリのクマ。クマ。あ、見えない。ついて。クマが来てたら埋もれていなくない。あれはやばい。マジ。しかも、地につく、絶対。ももちゃんに強く指をさしていた。ねえ、ももさん。目あったよね。ジェラピケはシンプルに、棒だな。あ、かわいい。ピンクのやつかわいくない？あとね、ニットっぽいのもかわいかったんだよね。はやさん、朝まで投票する。いやいや、もう本当にありがとう。でも無理しないでほしい、本当にみんな。アイドルはテンション高ぶって涙出る。え、最高なんだけど。今度行きたい。ねえ、待ってるよ、マー君。嬉しい。デザイナーの好きさんの名前とか、あ、そういうことも？大好きの好きじゃないんか、これは。ももちゃん、よかった。ありがとう。あのね、今日ね、私ね、覚醒したんですよ。なんか、すっごい、あの、気持ちはもう気合入ってたし熱かったんだけど、なんかが吹っ切れて、なんかすんごいリラックスしてきたの、今日のステージ。なんかもう気張るのやめようと思って。なんかこういうさ、久々のライブとか勝負の時とかってさ、私すんごい気合入ってさ、もうなんかすんごい頭とかでもさ考えたりしてさ、でなんかもうガチガチになって、なんか結構喉が閉まっちゃったりして歌が歌えなかったりするんだけど、なんか今日はなんか肩を落として、いや、なんかもうリラックスして、なんか歌とかも集中してやろうと思ってやったら、なんか逆になんかもういい意味で吹っ切れて、なんかもう好きに楽しくやろう、もうそれでいいやみたいな感じで出たら、すごいリラックスしてできて、なんか周りもすごい見えたし、なんか結構4人だったからポジションとか歌割りも結構いっぱい変動があったんだけど、なんかすごいねリラックスしてできて、なんか今日のなんか自分のなんだろう、そのあのぐる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 こさびなんてやってたんだっけ、なんかそのあのモチベーションじゃなくて、なんていうの、あのいい感じに整えて持っていけたなと思って、ライブに対する今日の感じを忘れないようにしようって思った。ハヤト可愛い、ありがとう。ニトリのクマもいけ、ショールームのクマ、ショールームのクマ、ショールームのクマ、あ、ショールームのクマ煽ってんのか。ジェラピカそのままてる子ね、可愛いよね。私も見たことなかったけど、
レッスンもらいたい。でマー君来て来て来て、もうめっちゃ見えるよ本当に。あのね、めちゃめちゃね見えるよ、みんなのこと。リアル誕生に、リアル誕生、誕生とはアイドルファン楽しそうでか、嬉しいね。みんなもだし、メンバーも楽しんだし、花嫁大賞、そう吉野さんよかったら投票お願いします。みーくん次は絶対ライブね、絶対。永遠かっこよかったね。何を間違ってたのマスさん、気になった。15分ありがとうね。ちょっと今日は本当にちゃんと終わりにしよう。ちょっとすごいなんか体のなんかすごいね疲れてるんだよね。いい疲れだけど。リバイバーの最後の時って腕上げるっけーって、その時に桜井が両手でマイク持ってて、持って歌ってて触れた。両手でマイク持って歌ってて、あ、こうか。リバイバーの最後の時って腕上げる、最後の時ってどれだろう、どこだろう。ん、右手で左手の膝、そう。走れ叫べ全開で貫け、裏拍ですよ。うんたんうんたん、走れ叫べうんたん、そう、表拍じゃないからちょっとあれだけど、うんたんうんたんうんたん。クルートね、クルートついてけなくなるやつ。はい、じゃあありがとう、ありがとう。目が死んでる、マジ。スクショすんなよ。ゲゲまたありがとうね。ちょっとあるよよよ、ランキング読むよよよ。あばばばばば、10歳ナーキッティ、12位ケンタン、11位マサト、11位ミータ、ケイトンモン、8位パコ、7位グルグル、6位マツドワールド、5位トシヤ、4位テッタン、3位秋吉、2位テリタマ、1位ハヤト。クマちゃんありがとう、ありがとうクマちゃん、テンションテンション。ずっと上げる上げる上げる、ずっと上げる。あ、こうってこと。ではごめんねみんな、ちょっと本日は終わりにします。また明日、明日は2部に出勤します。だって月曜日もう祝日で出勤します。2部かな、待ってるどん、ありがとうどん、今日ライブ嬉しかったどん、ありがとうみんな、ほんとライブできてよかった。青木もありがとうね。ではおやすみみんな、バイバーイ。ドゥン、おやすみちゃん。あ、しまちゃんもありがとうね、来てくれてありがとうね。バイバーイ、おやすー。